汚染水漏れが発生しました。東京電力は福島第一原発で汚染水を保管するタンクから汚染水が漏れ、タンクを囲う堰からおよそ100トン流れ出たと発表しました。東京電力によりますと、昨夜11時半ごろ、汚染水を保管しているタンクの一つで、蓋の部分から汚染水が溢れ出ているのを巡回していた作業員が見つけました。汚染水には高濃度の放射性物質が含まれていて、タンクを囲う堰の外におよそ100トン流れ出たということです。東京電力は近くに排水路はなく、海への流出はないと考えているとしています。タンクに汚染水を入れる弁が本来は閉まっているはずなのに開いていたため、満水のタンクから汚染水が溢れ出たということで、東京電力は原因について弁を閉め忘れた可能性があるとしています。